今年7月、名古屋市天白区の住宅が全焼した日で、この家の住人で63歳の男が放火の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは、名古屋市天白区、無職、広松哲夫容疑者、63です。警察によります。広松容疑者は、今年7月、木造平屋建ての自宅中にある和室に火をつけ、全焼させた。 厳重建造、東方家の疑いが持たれています。広松容疑者、この火事で病院に搬送され、両腕と両足をやドスルなどの重傷を負い、9月24日に退院していい、した。また、広松容疑者と二人で暮らしていた妻、出火当時外出していて、怪我はありませんで、た。調べに対し、広松容疑者は容疑を認め、 自分部屋だけ燃えればよかったなどと供述してるということで警察が動機や詳しい経緯などを調べています。